ことで皆さんおはようございます。だってもう9時50分もう10時なんですけど、今日はねヒロアカの一番くじをしに行きます。イエーイ今日ですね、私5時半に起きて5時45分にやってたんですよ。コンビニに行きました。そしたらですね、なんと今日なんですけど、昼の1時からって言われちゃって、マジかーって帰ってきたんですよ。で、コンビニはね1時だけど、イトーヨーカドーなら開店からやってるんではないかなと思って行きたいと思います。それでね、そのついでにね進撃も買おうと思います。32巻ですよ、ね、進撃終わっちゃいそうだよね、ママ。そうなの？うん、そう、本当に。アニメも最終章なの。へー、終わっちゃいそうだよね今ね、カナタのアストラってやつ見てるの。カナタのアストラ、うん、アニメね。ダンスの友達に勧められて、私野良から勧めたんですけど、その子からね勧められて見てるんですけど、どう？面白い。ジャンプだった。ジャンプなんだ。めちゃくちゃ面白い。宇宙の話いっぱいあるね。ねえ、いっぱいあるね最初私がね野良神勧めたらね、なんかねアストラって聞こえたらしくて全然違うじゃんみたいな。で、私アストラ知らなかったから教えてもらって今見てます。面白いね、めちゃくちゃ面白いあれははい、じゃあね、買えるんでしょうか、買えないんでしょうか、その辺もね、また買えたらね何が当たったか紹介したいと思います。はい、店内はね撮影できないと思うので、はい、結果をねご報告したいと思います。はーい、ということで、できませんでした。できませんでした。なんでかって言いますと、ヒロアカとねかぶってたんですけど、なんかいろんなのが重なってたらしくて、鬼滅を今日にして他のを明日にしましたみたいなこと言われてね。そう。なんか今日ね一番くじがすごい。3つぐらいそう重なってたらしくて、重なってるみたいで、お店側がねあまりにも重なってるから今日は鬼滅だけにしましたということでした、なので他のやつは明日の10時から発売しますって言われたんですよ、で今日も発売って歌われてるのに勝手にちょっとお店の都合ね明日って言われてる。まあでもそこまで混雑するほどじゃなかったよね。5人ぐらいしか並んでなくて、僕そうだよね。なんか普通に売れたんじゃないかなと思うんですけども、まあねそこはまあしょうがないですね、はい、ちょっとグッとこらえて、怒りをグッとこらえますけど、でもちょっとえって思いましたですね。思いました。あと「進撃の巨人」の32巻買いましたまあこれがあったからねよかったけど、これがあったからよかった。本屋行くとさ、もうズララララって鬼滅のあるじゃん。鬼滅って人気なんだなって。すごいよね、漫画本もやっぱりいっぱいあるよね。本当にめちゃくちゃいっぱいあるな。はい、ということで1時になったらファミマまた行きたいと思いますでまたダメでしたっていう怒りの報告でした。はい、なんだよね、今日なんか。なんだよね。うん。近くにファミリーマートなかったっけ？他の店舗やってるとかない？でもね、この神田が1時だったら他も1時じゃないの、やっぱり。じゃあイオン行こう。イオンもやってるの？パパイオンって言ってたよね。言ってた？うん。トヨタじゃなくてなんだっけ？トヨタじゃなくてなんだっけ？ツタヤそう、ツタヤとイトーヨーカドー、イオン、ファミマって言ってたパパ。ゲオは？あ、ゲオもやってるって書いてあったかも。穴場かな？穴場かもしれない。ゲオだったらすぐだから。うん、ゲオ行きますじゃあ。今からゲオ行きまーす。あるといいね。あると願おう。これでなかったらもう本当最悪の最悪、最悪中の最悪。笑ってください。ということで行きたいと思います。みんなあると願って。かわいい。ひみちゃんがなんと A 賞を当てました。あとクリアファイルあと3枚は欲しかったけど。一応ね上限5000円と思って7回できましたね。はい。1回680円だっけ？はい。はいでりみちゃん3回。しょうちゃん4回引いて、リミに全部引いてもらった方が良かった。そう、それはでもね、終わった後のあれだもんね。なんと見てください。賞を当ててしまいました。やばい、リミさすがって感じ。結構当たりました。やばいね。ね、2個しかないんだよね、賞ってね。A B C D。うん。全部2個しかない。 ABC が2個ずつしかないんだよね。あ、D は4つくらい。 D もフィギュアなんだ。 D も2個かな。 D の数だけちょっと分かんなかったけど、フォークスフィギュアだから2個。そっか、なんか D でかかったよね。フォークスが一番でかかった。でかかったよね。そっかそっか。でも一応 A が一番いいんだから、まあラストワンがあれだけど、ラストワン賞はもう絶対無理なので、またたくさんあったもんね。うちらが初めてやるね。結局うちらが初めてやるという。あんま人気ないんじゃん、やっぱヒロアカは。めっちゃいいよ、人気あるって。そうなの。鬼滅はすごい今日並んでたけどね。ね、だから一番初めに生だね、やられてない状態でやって A 引きだとか、リミもう強すぎだよね。ね。じゃあまあ A 賞で。さ、ボトルがね、ちょっと何入ってるかわからないタイプのだったんで、開けたいと思います。飛んじゃった。なんか偏ったよね。 E が3つ。とどろきくん。かわいい。めちゃくちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。めっちゃ喜んでる。とどろきくんじゃん、めちゃくちゃ可愛い。続いて、もしかしたらこれ被る可能性がありますね。そうなんです。これ中見えないやつなんだよね。ヴィランだ。トガちゃんに、信楽に、ダビです。全く知らない。全くわからないけど。可愛いね。もう本当みんな可愛い。可愛い。最後。いい賞最後。なんでしょう。被らなきゃいいけどね。うん、被ってない。お、黄色。オレンジ。フォークスです。フォークス。空飛べるもんね。ラインナップはどんなだったの？あ、でもこっち有名どころは当たんなかった？このでもとどろきくんめっちゃ人気よ。そっか。轟くんが出たからいっか。うんうんこんな感じででも上段が出なかったね。えでも上段は入れるでしょさすがに名前。デク、うん、かっちゃん、うん、お茶子、うん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 、お茶子当たんなかった。お茶子当たんなかった。じゃあここが当たったんじゃない。1、1、1、2、3、うん、つながってたんだねきっと。まだ誰もやってないんだもん。そっか奥から取ったらあったかもね。でもまあかぶられなかっただけでもね、うん、いいよねいいよね。うんえ轟くんが一番嬉しいかもしれない。轟くんよかったね。うん轟くんがよかった。一番よかったんです、ね、はいこんな感じでした。偏っちゃったね。 G これ G 賞じゃない E 賞か。 E 賞が3つなんですよね。はいで最後残りの3つは全部 G 賞。はいファイルですね。そう F 賞がね当たらなかったの。タオルが1枚も当たらず。ファイルは、うん、かっちゃんと、うん、轟くんと、うん、お茶子にしました、はい、これは選べるタイプでしたね。なんかね、うん、デクくんがなかったんだ。俺でもなんか1枚もなんかあるはずなんだけど、うん、なんか早くしないと思って。いや別にゆっくり選べばよかったの。えでもこの3人にしました。はい、はい、あまりこういうのね売られてないからねほんとね。大満足ですか。はい改めて今度これをね家でちょっとここではあれ今開けるんですか。今開ける気満々車で、うん、テープついてるやつなんですけどこれ私テープフリーなんですけど箱に傷を入れたくないのまだ開けてくれない、うんうんこれが大事？もう入ってないの？もう入ってない。それが大事かな。一個あれば立つってこと？かな。開けます。うん。もう本当 A 賞出たし、えって思った。絶対当たんないもんね、そうね。当てたことないよね。うん、僕が2社当たったんだよ。もう実感湧かない。見てください。かっこよくないですか。デックくんですか。はい。え、これで立つのかな。ね、それで立つんだよ、きっと。ちょっと今車だとね、わかんないけど。そこで押さえるってことかな。これで立つのかな。え、立つのこれ。え、立つのこれ。え、立つのこれ。ここだよね。一個しか入ってなかったもんね。一個しか入ってなかった。まあ、とりあえず語る。あとはそれはちょっと家帰ってね。はい。うん、でもいいんじゃないですか。いいですね。うん、よかったね。時間疲れたか。お腹空いたんでしょ。お腹空いたね。今日朝早かった。リミだって朝1個しか食べなかったのロールのやつ。あれ嫌いリミ。あれリミ好きじゃないの？あれ1個しか食べてなくてリミちゃん。ええもったいな。めっちゃ美味しいじゃない。こうバターだね。舐めてるの。違う、これこの読んだ。あ、読んでたのか。ずっと眺めてるのかと思って。怖っと思っちゃった。読んでた。直線機ダメだってこれ。これはダメでしょ、それプラスチックだもん。はい、島村です。パパさんシャツを買うそうです。うふふ。見て。何？私はゴルージョって言うんだよ。はい、ということで、とりあえずね、飾ってみました。まあ、とりあえずだね。とりあえず置いたくらいなんですけど。まあ、今後どうなるかわかんないし。とりあえずファイルここだしね。だって置けなくて。そうだね。こう何度もね、こう、後ろにこうって出そうとしたんだけど、どうしてもね、登録君が倒れてきちゃって。そうだよね。まあ、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 まあ。本当は飾ろうと思ったんだけど、飾れなかったんで、どうしようかなって感じで。そうだね。とりあえず置いたぐらいなので、後ろになんか両面テープかなんかをちょっとつけて、本棚にちょっと貼っちゃうとかでもいいよ。そしたら倒れてこないかもしれないしね。まあちょっと今後改善策を考えて、はい、じゃあこんな感じになりました。はい。